天皇陛下は23日、皇后さまと共に熊本市で開催された、第4回アジア太平洋水サミットの開会式に御所からオンラインで臨席し、英語でお言葉を述べられました。陛下は、水問題の研究をライフワークとしており、式典の中で約30分間の記念講演にも臨まれました。サミットには、アジア太平洋地域の各国首脳らが参加。災害や気候変動、衛生など、水をめぐる様々問題について2日間にわたり議論します。陛下はお言葉の冒頭で、平成28年の熊本地震や、近年の豪雨災害の犠牲者に哀悼の意を表されました。復旧復興の進む熊本でのサミット開催は、大変意義深いとし、水を通じた全世界の人々の幸福と世界の平和に向けた大きな一歩となることを願われました。そして、その後、陛下は、人の心と水、信仰の中の水に触れる、と題して日本語でご講演。自ら撮影した山や遺跡の写真も用いて、アジア太平洋地域の水に関わる民族信仰について紹介された。結びには持続可能な開発目標にも触れ、人と水との関係をめぐる問題は、私たちが連帯して取り組まねばならない喫緊の課題と述べられています。また、終了後、天皇皇后両陛下はサミットに携わる熊本長崎沖縄の高校生らと画面越しにご懇談に。陛下は、一人一人が問題意識を持って、水の問題に取り組むことは大切だと思います、と声をかけられました。雅子さまは、熊本の阿蘇地域に住む生徒に対し、地震の時は大変でしたよね、と老いの言葉で気遣われました。それでは、ノーカットでご覧ください。ただいまより天皇陛下からご講演を賜ります。天皇陛下は皇太子殿下時代の2003年に京都で開催された第3回世界水フォーラムをはじめとして多くの水に関する国際会議でご講演をなされております。本日は人の心と水、信仰の中の水に触れるというテーマでご講演を賜りたいと存じます。それではよろしくお願い申し上げます。記念講演に先立って熊本県、九州地方、全国、そして世界各地で起こったさまざまな災害により亡くなられた方々に対して心から哀悼の意を表するとともに被害に遭われた方々をお見舞いいたします。議長、各国元首閣下、ご出席の皆様、古来より人と水とが深く関わってきた熊本市において第4回アジア太平洋水サミットの記念講演を行うことを嬉しく思います。熊本県は近年残念ながらたびたび水害による被害に見舞われていますが、もともと三市水明の地として知られてきました。阿蘇山、金峰山などによるカルデラ地形に特徴づけられた熊本県では、五線和歌集の年降れば我が黒髪も白川の水吐くまでに追いにけるかも、檜垣の大海の歌に詠まれた白川や
緑川、菊池川、筑後川、球磨川などが恵みの水を田畑にもたらすとともに、大地に染み込む豊富な地下水が人々の生活を支え、都市にとっての潤いと活力の源にもなっています。特に熊本市周辺は阿蘇山の噴火に伴う火砕流が降り積もってできた大地の上に立地しており、火砕流堆積物は水を通しやすいことなどから、降った雨が良質な地下水となり、人口74万の熊本市のすべての飲料水を賄っています。人口70万を超える都市において、このようなことを実現している例は世界でも稀です。多くの市民の皆さんが水環境の保全に取り組んでいるからこそのことであり、この熊本市はまさに清冽な水の都と言えましょう。熊本県をはじめとして我が国では豊かな水が豊穣な大地を作り、先祖代々続く人々と水との関わりがその地域固有の文化と社会を形成してきました。人々と水との関わりの歴史によって文化や社会が形作られてきたことは、日本のみならずアジア太平洋地域をはじめとする世界各国の地域でも同様と考えられます。世界の文明文化を眺めると、水は人々の生活を支えるだけでなく、人と自然の関係や人々の自然観、世界観にも大きな影響を及ぼしてきました。日々の水への感謝や恐れが、やがては水を心の清めや祈りの対象へと変化させ、水を通じた信仰へとつながっていった事例も日本や世界各地で見られます。本日はそうした人の心と水との関わりを、水に関する民族信仰という視点からお話ししていきたいと思います。山岳信仰とは、日本の各地に広く見られる民族信仰の一つの形態です。富士山や白山、大峰山や大山などの信仰がよく知られ、それらの山の神を祀る神社などが広く分布しています。山岳信仰は日本だけでなく世界にも見られ、特徴的な山岳や山と関わりの深い民族の存在する地などで発達しています。アジアを例にとれば、中国のカイラス山は仏教やヒンドゥー教の聖地とされ、多くの人々が巡礼に訪れていますし、私も訪れたことのあるネパールヒマラヤのマチャプチャレやブータンヒマラヤのチョモラリも聖なる山とみなされています。熊本県の阿蘇山は日本を代表する活火山として広く知られるとともに、山岳信仰の対象でもありました。そして有名な中岳の噴火口は、火口の底に水をたたえ、信仰の対象として竹岩立の御事が祀られています。竹岩立の御事には阿蘇カルデラの湖水を切って美殿を開いたという言い伝えがあり、その子の早見か玉の御事は御熊利神としてふもとの阿蘇神社に祀られています。阿蘇地方にはこのように古くから阿蘇山の火山神への信仰と、阿蘇谷の開拓に伴う農業開拓神や水神の合体した信仰が存在したと言われています。この写真は熊本市内に多くある湧き水の写真です。熊本市では
江津湖や金峰山湧水群などの名水があり、県内には白川水源など清らかな水が豊富に湧き出す名所もあります。阿蘇山への信仰のみならず、こうした名水もまた多く信仰の対象になっており、小さな祠などが湧き水の傍らに置かれています。次に、石川県、岐阜県、福井県にまたがる日本を代表する霊山である白山と水との関係を見ておきましょう。白山の標高は2700メートルを超え、手取川、九頭竜川、長良川という大きな河川の源流になっています。そのことも関係してか、白山は古代より命をつなぐ親神様として水神や農業神としても崇められてきました。そして大長という僧侶によって白山が山岳信仰の場として開かれたのは奈良時代の717年と伝えられ、2017年には開山1300年祭が取り行われています。日本における山岳信仰には、水につながる伝説や信仰と結びついたものが多くあることがお分かりいただけるかと思います。さらに水に関わる民族信仰は山だけではなく、森や林業といった人々のなり合いにもつながっていきます。これは滋賀県の阿戸川流域に残る四股淵神社ですが、この流域では古くに林業が盛んで、伐採をした木材をいかだに組み川に流す際に多くの難所を越えなければならず、その安全を祈る四股淵神社のネットワークが形成されたと言われています。このように人々のさまざまな水への願い、感謝や思いが水への民族信仰へと広がっていったと言えましょう。さて、少し視野を広げて水の信仰を通じたアジア太平洋地域のつながりについて見ていきたいと思います。そのつながりを探る手がかりとして、まず蛇の神、次に龍神を取り上げます。こちらの写真をご覧ください。これは縄文時代の土器ですが、蛇の模様をかたどっており、古来より蛇が信仰の対象となっていたことがうかがわれます。実は古代から蛇を神、あるいは神の使いとして祀る例は日本だけでなく、アジア、欧州、南北アメリカ大陸、アフリカとほぼ世界中に広がっており、また多くの場合、そうした蛇には大雨、日照り、雨乞い、虹や雲といった水門や気象にまつわる神話や伝説、言い伝えが残されています。理由としては、蛇の形が蛇行する河川や虹、雷の形を連想させることや、蛇が水生であったり水中にもいることなど諸説あります。いずれにせよ、ヒンドゥー教や仏教など国を超えた信仰が広まる以前に、それぞれの地域で蛇などを通じた水への信仰が素朴な形で生まれていたことは確かなようです。日本古代の古事記、日本書紀の神話に出てくるヤマタノオロチもその一つの例と言ってよいでしょう。アジア太平洋地域において、各地域で文明が起こって以降、宗教の広まりとともに蛇にまつわる神話と偶像の移動も始まります。中でも仏教の伝播は
アジア、太平洋において人々の心の中に大きな影響を及ぼしましたが、水神である蛇の概念と偶像も大陸をまたぐ移動を始めます。この写真はヒンドゥー教の蛇の神ナーガ像です。猛毒を持つコブラがモデルとも言われます。ガンジス川での清めに重きを置くヒンドゥー教では水にまつわる神々が重要な意味を持ち、半神半蛇のナーガ像が多くの寺社の肖像などに残されています。私は2012年にカンボジアのアンコールワット寺院を訪れましたが、多くの場所でナーガの像や彫刻を目にしました。中でも寺院内の第一回廊の壁画レリーフにはヒンドゥー教の世界創造神話である入海各藩が浮き彫りになっており、不死の薬を求めて下の写真のように中央の山に巻きついたナーガの頭と王、正義と悪の神がそれぞれに両方から引っ張ることにより山を回し海を攪拌している様子が描かれています。またカンボジアの建国神話にはナーガが大地を覆っていた水を飲み干して土地を作ったという話もあり、ナーガと水との強い関係をうかがわせます。インドネシアの寺院にもナーガの像が見られます。ここで日本の例を見てみたいと思います。この写真をご覧ください。これは大阪本山寺にある宇賀神像です。トグロを巻く蛇の上に人間の頭部が乗る宇賀神像は日本にも多く見られます。またこちらは滋賀県にある日本最大の湖である琵琶湖の竹生島にある弁財天像で、その頭部にも宇賀神像が載っています。弁財天といえば日本三景の一つである広島県の厳島やヨットで有名な神奈川県の江ノ島などが有名ですが、いずれも島という水に関わる場所に祀られています。さらに同じ島であっても東京上野の不忍池には江戸時代に琵琶湖の竹生島に見立てて島が築かれ、弁財天を祀る弁天堂が建てられています。熊本県内にも弁財天を祀った島があると聞いています。また山岳信仰の山としてよく知られた奈良県の大峰山の弥山山頂には天川弁財天の奥宮があります。大峰山は古くから紀伊平野を、さらに近年には大和平野も潤す豊富な水量を持つ吉野川の水源となっており、水と弁財天信仰との密接な関係がうかがえます。弁財天は日本では福徳の神でもある七福神の一柱に列せられ、弁天様として人々に親しまれていますが、インドで発したヒンドゥー教の水神であるサラスバティ神が原型となっており、仏教の伝播とともに日本に伝えられてきているようです。サラスバティとは水を持つ者の意で、水神弁財天と頭の上に乗る蛇とが近い関係を持っていることがわかります。蛇を通じた水の信仰は大陸を旅し、海を越え、アジアの人々、そして日本の人々の心に大きな足跡を残しているのです。ところで私は
昨年の9月に皇居に引っ越しましたが、現在の皇居は江戸時代には徳川将軍家の居城があった場所で、その歴史について調べていくうちに、江戸時代の18世紀には皇居内にある小さなお堀の島に弁財天が祀られていたことを示す記録があることを知り、驚くとともに水とのご縁は続いていると感じました。さて、それでは龍はどうでしょうか。伝説や想像上の生き物とされる龍ですが、中国ではその概念は仏教などの宗教が起こる数千年前にすでに形成されていたと言われます。これはその例を示したもので、紀元前6000年以上前のヤンシャオ文化、行商文化の中華第一流や、紀元前3000年以上前の本山文化、高山文化の壁玉流にはすでに龍の姿が見られます。権威の象徴でもある中国の龍は水を司るとされ、古代から雨乞いの対象ともなっていました。中国にはインドに住むコブラのような蛇はいませんので、古くからあるこの龍の概念が伝来した仏教の蛇にまつわる教えと集合し、東アジア、東南アジアに伝わっていったとも言われています。日本にも古代中国で形成された龍の概念が伝わったとされ、日本国内では多く水神として祀られています。奈良県の室生には龍が住むという洞窟があり、9世紀にはここで雨乞いが行われていたことが日本記略という歴史書に見えています。また鎌倉幕府三大将軍の源実朝が、時により、優れば民の嘆きなり、八大龍を雨やめたまえと読んだように、特に干ばつ、大雨といった異常気象の際には龍は祈りの対象となり、各地に水龍の伝承が残されています。龍の中にはクズ龍と呼ばれる9つの頭を持つものがあります。先ほどご紹介した白山や長野県の戸隠山はクズ龍信仰との関わりが深いと言われています。写真は戸隠山ですが、ゴツゴツした岩肌が続くその特異な山容を龍に見立て、クズ龍神として崇拝したのが戸隠信仰の始まりとの説もうなずけるような気がします。ところで、熊本県八代市の妙見祭の祭礼には、ガメと呼ばれる亀と蛇が合体した中国伝来の架空の動物が登場します。ガメは古来中国では龍の6番目の子供を指したようですが、妙見祭が五穀豊穣を願う祭りであることを考えると、祭りという文化的な行事においても龍と水、そして日本とアジアとの結びつきを感じます。このように日本をはじめアジアの各地で水への感謝や恐れが、蛇や龍という具体的な形をとった神話や偶像となり、さらに伝来した新たな教えとそれらが一体となって、少しずつ形を変えながらもアジア太平洋の国々に広がっていった過程がお分かりいただけるかと思います。ここまで人と水との日々のつながりから素朴な水への信仰が生まれ、そこから水への
より深い信仰となり、宗教の伝播に伴って広がっていった事例を見てきました。人々の水への思い、感謝や恐れは蛇や竜の形をとり、大陸から海を渡り、各地域をつなぐ文化の一部となったのです。時間と距離を超えた人と水との深い関わりは、アジア太平洋地域に住む私たちにとって揺るぎない共感と連帯の土台を形作っているように思えます。15年前、大分県別府市で開催された第1回アジア太平洋水サミットの基調講演で、私はかつてネパールの山間部の共同水道で水を汲む女性や子どもたちの姿を見たことが、水問題に関心を持つきっかけとなったことをご紹介しました。蛇口をひねればすぐ飲める水もあれば、何時間もかけて並び参道を運んでようやく手に入る水もあるのです。そしてその風景からは、人と水との関わりの中のジェンダー、健康、教育など、誰一人取り残さない持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けた課題も映し出されてきます。2015年に合意された国連2030年アジェンダは、このような課題に対してアジア太平洋地域を含む国際社会に共通の目標を提示しました。目標年まで3分の1余りの期間が経過した現在、その進捗の遅れに関係各国連機関が警鐘を鳴らしています。世界のすべての人々が安全な水と基本的な衛生サービスにアクセスするためには、今のペースのそれぞれ2倍の速度で施設の整備とサービスの拡充を進めなければなりません。さらに2030年までに世界のすべての人々が各家での水道水や安全に処理される個別トイレといった水衛生サービスにアクセスするためには、今までの4倍の速度で施設の整備が図られる必要があると言われます。一方で、洪水や干ばつなど水に関わる災害が頻発しており、気候変動の激化に伴って災害状況のさらなる悪化が懸念されているのも事実です。熊本県でも水害からの復興が進んでいるところですが、さらに取り組みを継続して推し進める必要があるでしょうし、今後の対策も急務と考えられます。水の不足や過剰によって起きるさまざまな問題は、人々や社会に不安や緊張をもたらします。人と水との関係をめぐる問題は、私たちが連帯して取り組まねばならない喫緊の課題となっています。すべての人々が豊かな水の恩恵を受けて安心して日々の暮らしを営むことが可能となり、それがやがてアジア太平洋地域、さらには全世界の平和と繁栄につながっていくことを心から願います。アジア太平洋地域を含め世界各国で水を通じた地域の協力と安定に取り組んでいる方々に心からの敬意を表します。本日多くの例でご紹介したように、水は人々の生活を支えながら、人々の心に安らぎを与え、地域と
地域を超えた共感と連帯をもたらします。この会議を通じて出席されるすべての皆さんが人と水との関わりをさまざまな角度から話し合い、水をめぐる課題とその解決に向けた具体的な方向性を見出し、水に関する国際社会共通の目標達成に向けた決意を新たに行動していかれることを期待しています。そして私も水問題についての理解とその解決に向けての考察を深めていくことができればと思っています。ありがとうございました。天皇陛下よりご講演を賜りました。ここで天皇皇后両陛下がご退席になられます。会場の皆様はご着席のままお送りください。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。